はい、皆さんおはようございます。あんま元気ないですね。では私の方からまず、3月に任期4年が満了する水道事業および市場市場事業の管理者について、4月1日付で、水道事業管理者には現管理者の今川氏を、市場事業管理者には以前に、都市整備局長の大杉氏を任命する旨をお伝えいたします。清氏のリーダーシップにより各公営企業が安定的に経営され福祉の向上により一層の寄与することを期待しております。それでは平成31年4月1日付の人事発表の水道について発表させていただきます。昨年、7月の豪雨災害により、甚大な被害を受けるとともにその対応については厳しいご指摘をいただいているところでもあり、これを教訓として今後の備えをしていかなければならないと考えています。このため新年度は災害に強く安全安心な岡山市の実現に向け必要な執行体制を構築します。また教育子育て環境の充実、町のにぎわいと魅力づくり、健康福祉の町づくりなど市政の重要課題に対応する部門に重点を置いた人配置を行いました。今回の人事異動のポイントをいくつか申し上げます。まずは災害に強く安全安心な岡山市の実現という面についてお話申し上げます。危機管理部門については自主防災組織の育成など7月豪雨災害における課題整理を踏まえたさまざまな対策や今後起こりうる災害に適切に対応していく必要があると考えております。このため危機管理担当局長のポストには平成30年7月豪雨災害にかかる課題抽出検討委員会の中心として今回の災害対応に積極的に関与した現総務局長を理事として登用します。また危機管理室長部長級ですがには都市整備局でインフラ整備に携わっている現道路計画課長を登用するとともに危機管理担当課長と地域防災担当課長には各々保健福祉局下水道管理局で危機管理の経験が豊かな管理職を配置し体制強化を図ります。さらに危機管理室職員を5名増員します。そのうち1名は内閣府防災担当へ派遣します。岡山市は今年4月に災害救助法の救助実施し指定を目指し準備を進めており、この災害救助法や被災者支援の担当として本市からの災害派遣を派遣職員を研修させ防災スペシャリストとして養成していきたいと考えております。こうして質量ともに危機管理部門の体制強化を図ることにより災害に強い岡山市の実現に努めてまいります。また復旧工事についてはさらに迅速に進めるため区役所など担当部門に新たに7名を配置します。続きまして教育子育て環境の充実ですが、特別支援学級増加45学級増加をいたしますに対応するため小中学校の教諭を45名増員、うち正規23名、3人をフルタイム22名を増員いたします。また小中学校の空調整備設備の整備をなどを進めるため担当部門に7名職員を増員いたします。町のにぎわいと魅力づくりについては芸術創造劇場開設担当課長を新たに配置するとともに G20 保健大臣会合のため県警職員を受け入れるなど担当部門に職員を3名増員いたします。健康福祉のまちづくりについては児童虐待防止対策強化のため子ども総合相談所のケースワーカーを
昨年に引き続き増員するとともに、福祉事務所のケースワーカー、保健師などと合わせて計5名増員いたします。そしてこうしたさまざまな課題に対しバランスよく要員を配置することによって着実に事業推進を図ってまいりたいと考えております。次に女性職員の登用についてお話を申し上げます。岡山市の全職員の約4割を占める女性職員の活躍なくして将来の市役所は成り立ちません。そうした中、今回も女性職員の積極的な登用を行うとともに、人材育成のため多様な職域職務への配置を行います。特に新年度は岡山市始まって以来の女性の区長を北区役所に配置いたします。また市民共同局長、岡山区育成局長に職員を登用します。したがって保育担当の今の中原局長を含めて4名ということに、局長、区長の数ですね、女性の、局長、区長の数が4名となります。これは今まで、最も多くて、2名で、ありました。そういう面では初めてのことになるわけであります。ある新聞を読んで、だいぶ前の話でありましたけれども、イギリスのですね、経営者協会会長のバーバラ・ジャッジ氏のコメントが思い浮かびましたので、少し紹介をしたいと思います。女性が一人では異端児だと、二人いればまだマシだが、三人になると女性ではなく単なる人になる。そうなれば物事は良い方向に動き始める。そういう言葉がございました。市役所においても来年度は女性の局長区長が4名となり、ごく普通のこととして女性職員が活躍し、より良い方向に進んでいく組織になったのではないかと思います。次に部長級では保健福祉政策担当部長と東区役所区長代理に女性職員を登用いたします。課長級では秘書課、女性が輝くまちづくり推進課、市民生活企画総務課などに女性課長を配置します。こうした女性登用の結果、課長級以上の職女性管理職は4名増え、女性管理職比率は現在の 11.6% から 12.7% へと約 1% 上昇する見込みとなります。着実に前進しているところでございます。ちなみに私が市長就任した時のその直後である平成26年の4月1日の女性管理者、女性の管理職比率は 6.5% であります。 6.5% から 12.7% ということで、ほぼ倍増したわけであります。時々、女性職員と話をするんですが、やはり市役所の中の景色が変わったというようなコメントをいただいているところであります。私自身も市長として職員と接している中で、女性の活躍しているこういう割合というのが非常に増えたなというふうに率直に感じるところでございます。なお、トータルの話ですが、課長級以上の職員数は403人から402人ということで1人減ってます。引き続き適正なコスト管理に努めていきたいと思っております。次に職員の働き方ですが、私は市役所が率先してワークライフバランスの実現に取り組んでいく必要があると考えております。評価指標の一つである男性職員の子育て休暇取得率は3年前に100% を達して以降、今年度1月末までの取得率も 100% を維持しております。
また昨年6月から、職員のフレックスタイムの施行を行っているところであります。これは多様で、柔軟な勤務形態の選択を可能とし、職員のワークライフバランスの実現を推進するため、施行しているものであります。商務局では施行後半年間で約90名の職員が利用しております。今後さらに進めていきたいと思っております。なお今回皆さん方にお渡ししている資料にはございませんけれども、昨年岡山市教育委員会における障害者の雇用率、法定雇用率が 2.40% のところ 1.68% しかなかったということで、早急な対応が課題となっておりました。教育委員会の障害者雇用の不足数は、22人分でありましたが、市長事務部局と協力しながら採用試験を実施した結果、23人分の確保が見込めることとなりました。正式には4月に教育委員会から発表させていただきたいと思っております。最後になりましたが、職員が市民のため誠実かつ積極的に職務遂行し、市民の皆様の信頼と期待に応えることができる活力ある市役所づくりに今後とも努めてまいりたいと考えています。次に話題を変えます。未来の地域未来、地域の未来推進事業でありますが、これは地域振興基金35億円を活用して、コミュニティビジネスの視点で地域の課題解決をしていこうという試みであります。昨年の6月から実施をしているところでありますが、この度、この4月、平成31年度から実施する、地域の未来づくり推進事業補助金との対象となるものとして、地域の未来づくり計画5件、地域活力創出事業補助金事業計画3件の認定を行ったところであります。内容をいくつかご紹介したいと思います。資料をご覧ください。まず最も上に書いています、足森遊学者であります。申請団体は足森を楽しい街にすることを目的に賛同する、地域住民を中心に設立されたということであります。足森地域の魅力を高め、交流人口の増加や地域の仕事づくりを目指し、地元で採れた有機野菜などを使った食材販売や惣菜を提供する事業、足森キッチン、イベント会場や短期の飲食店の試行営業としても使えるレンタルスペース事業、陣屋町であります足森を訪れた人の滞在場所とするための古民家を活用した民泊事業と一体的に計画したものであります。地域の未来推進事業補助金では2件の改修を行います。なおこの団体は別途事業として、空き家のリフォーム補助事業を活用し、住宅兼、宿泊施設へのリフォーム整備が完了しており、この計画の中で有効に活用しているというわけであります。これだけ今の私の口頭の説明ではよくわからないでしょうかが、2ページをご覧いただきたいと思います。ですね、補助金によって今後改修しようとする古民家っていうのが、この上の杉本家というのと野崎家というところであります。で、稲田家っていうのはですね、
これ次のページは見てください。これ地方補助金っていうのがありますが、それを活用してもうすでに、回収が終わっているものであります。外観は2ページに出ておりますが、4ページに中の回収の状況が出て、十分、宿泊が可能なようになっているところであります。でまたちょっと2ページを戻っていただいて、我々が聞いているところでは、この杉本家っていうのもこれが民泊に使っていく。で、野崎家はどちらかというとこの野菜などをカットする、カット野菜を作ってそういった農産物を提供していくとか、そういうカフェを、まあ何て言いますか、レンタルスペースとして短期の飲食店、営業トライアル店舗等として、レンタルスペースなどを実施して。していく。だからそういう足盛りキッチンほか、まあ、そういうレンタルスペース的なものをイメージしているということであります。で杉本家は基本的には古民家の宿泊、杉原家はまだ改修しておりませんけれども、これも将来的には古民家を宿泊に使っていきたいというような情報を私はいただいているところであります。で、資料の6、今度は6ページをご覧いただきたいと思います。 FLC デザインでありますが、申請団体、これ IT 関係の会社でありまして、2018年3月東京都からこの三津市場に本社移転をしたようでございます。この6ページの古民家の外観ってありますよね、下の方に。この横に本社があるようであります。で、この青空市場、五条村周辺の移住者の増加を目指し、築100年以上になるかつて庄屋だった古民家を改修し、宿泊事業や地域食材を活用した薬膳料理の提供、五条地域の特産品開発等を計画したということであります。次に7ページをご覧いただきたい。関空産業株式会社でございますが、この申請団体は北区真矢上地域で、岡山空港が開港した約30年前に当時の町内会長15名が出資し、地元雇用の受け皿として設立された会社であります。地域の耕作放棄地の縮減や担い手の確保、地域の活性化を目指し、地域内外での販売を可能とするため、ピザ窯を備えたキッチンカーを導入し、指定管理者として管理を行っている岡山市日王寺自然の森スポーツ広場等で、桃やぶどうの産地である真矢上地域の規格外果物や野菜を活用したフルーツピザやカレー等の販売を計画したとのことであります。制度開始1年目は以上です。一応3点だけのご紹介をさせていただきたいと思います。ちなみに最後のページに参考として、未来の推進、未来地域の未来づくり推進事業の制度の骨格を書かせていただいておりますので、参考にしていただければと思います。この事業でありますが、制度開始1年目は
実はやっぱり6月に動かし出したんですけれども、早くが、7月の豪雨がありました。そういう面で事業全体が少し後ろ倒しになったところでありますけれども、2年目は制度の創設時に意図した古民家や農産物と周辺地域の資源を活用し、地域の活性化につながる内容のものを徐々に引き出せたのではないかと思っております。私なりに手応えを感じているところであります。今回認定した5件の、計画期間全体での補助金額は約6500万円、事業全体では約1億8000万円という規模となったところであります。私からは、すみません、こうした事業が中山間周辺地域で動き始め、多くの市民に伝わることで新たな、ビジネスへの意欲につながることを期待したいと思います。引き続き周知を図りながら計画策定支援をしっかりと行ってまいりたいと思います。私から以上です。